せーの、こんばんは。バラプニンのバラこと国枝拓也です。プニンの一ノ瀬千尋です。はい、質問です。はい。僕らの定番といえば何ですか？定番といえば大食いです。あ、そうだな。あ、カラオケです。あ、カラオケですか？うん。あ、なるほどね。まあ今回全く関係ないんですけども、はい、定番になりつつあるものを今回はですね、はい、千尋ちゃんにまた出していこうかなと思います。はい、てなわけで早速、はい、企画を発表しますので、はい、本日の企画第2回、はい、救命士クイズ。今回はですね、視聴者の方からインスタの方にですね、こういうのを出してほしいっていうのがあったので、意外と見てくれてるんだなと思って、ね、ありがとうございます、はい、前回難しかった意外とちょっと難しいかもしれないんですけども、はい、早速はいなんだ本日のですね問題を出していこうと思います。はい、はい、それでは問題やっていきましょう。チャンネル登録よろしくね。本日も前回の活用ということです。はい、くる回しです。はい、今回も5問はい、出していこうと思います。はい、半分取れたらいいかな。おお、なるほどね。目標は5分の3。はい。目指して頑張っていきましょう。はい。はい、それでは早速問題いきます。はい。第1問。でんでん。じゃらん。心臓マッサージと人工呼吸の割合何対何で1セットでしょう？心臓割合と心臓マッサージ何回したら人工呼吸何回してまた心臓マッサージに移るかみたいな。あ、どういうこと？何対何でいいんだよね。まあ、何対何。うん。わかった。じゃあ答え出た。それでは、第1問。早速回答オープン。7対3。7対 3？ すごいなんか数学的。いい、わかんねえから、とりあえず7対3。心臓マッサージの方が多くやって、人工呼吸やって、無理だったらすぐ心臓マッサージに行くんじゃないかなっていう。ああ、なるほどね。うん。今回のですね、回答。意味が分かんなかった、まず問題が。ごめんね、これ難しいか。うん、心臓マッサージは30回やるのよ、こっち。うんうん、30回やったらこれ2回フーフーする、うん、っていう決まりなの。30回やったら2回フーフーするっていうのが、ああ、なるほど。セオリーとしてあります。はい。ちょっとよく分かんなかったんで。ごめんなさい。これはもういいです。これは知らないですね。捨てもん。はい。久しぶりに捨てもんって言葉使ったんだ。はい。それでは、第2問。はい。まあよく倒れた人にですね、はい、AED 持ってきてくださいって言うと思うんですけど、うん、そもそも AED とは何でしょうか？はい、答え出ました。早いです、くん。はい。第2問、回答オープン。心臓ショックバーン。心臓ショックバーン。おー。というと。なんか心臓バーンってやるやつってのは分かったんだけど、うん、それの名前が分かんなかった。ああ、なるほどね。うん、生き返らせるためのやつ。ああ、まあ難しいから細かいのはね。はい。じゃあまあ、回答はまあ正解ですね。心臓バーンなんで。心臓バーン、ショックバーンね。あ、ショックバーン。そう。解説をいたしますと、はい。AED って、波形を読むのよ、ここの。波形？波形。波形？波形？心臓の波形をこう、あんじゃん、こう。あ、あるね。そう、それの、これね、ショックするの2個しかないのね。うん。ブル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 ってやつをこう、ショックドーンってかけて、一回こうピッてやるの。ああ、なるへそね。なるへそね。なるへそね。その波形が2個あるの。なるほど。VF ってやつとパラセルス VT ってやつにしかかけられないんだけど。はい。それを勝手に読んでくれてるの、あれが。つけたらこう。なるほど。すごい機械ですね。うん。はい。3つ目。ででん。はい。AD に関連の問題なんですけども。はい。AD はどこにあるでしょう？何個でも書いていいよ。1個でも合ってたらもう正解。でもいっぱい見たことあるんじゃない？ない。え、嘘。見たことない AED って映画でしか。本当に？うん。いっぱい書いております。とりあえずありそうなところに書いておく。多分書いて、うん、だいぶ合ってると思うよ、それが。はい、できた。はい、ぜひ皆さんもね、答えてみてください、一緒に。ちはちなみに5個出しました。で、4個は多分ここには絶対あるんだろうなっていうやつと、1つはちょっと自信はないけど、多分正解だと思う。で、自信あるやつから言っていい？それでは、じゃあ1つ目。はい。ショッピングモール。おー。はい、二つ目。学校。おー。はい、三つ目。交番。おー。はい、四つ目。病院。おー。はい、五個目。バー。おー。準備した。なるほどね。はい、こんな感じです。ショッピングモールは絶対ある。あるんだ。ある。見たことないけどあるらしい。人が多いとこに大体あるのよね。ああ。学校もある。祭りとか。祭りは知らない。ある中のために。バーはないと思います。マジ？絶対あった方がいいよ。あとあるのは、まあ、駅とかだね。あ、駅ね。まあ、基本とりあえず人が多いとこにはね。はい。あるので、ぜひ、学校とかで、はい。場所確認しとくとね。学校とかで、ね、メイク薄いなと思う。ここにあるよとか、ね、知っとくとね、はい、いいと思いますので、はい、ぜひ今度見てみてください。はい。4つ目。はい。AED を、あ、また第4も、AED 関連なんですけど。はい。何色ですかとかがいい。AED を使うときの注意点。はい、どうぞ。これ何個？あ、まあ、でも思いつく限りいいよ。なんかいっぱい書いてる、すごい。これ自信あるかも。あと1個。まあ、そもそも電気が流れるやつだからね。はい。あ、分かった。ヒントになったわ。あ、マジ？さあ、何問正解できるでしょうか、皆様も。はい、できた。はい、それでは第4問目。はい。じゃあ1個目からまたこれ言って5個書いたから。はい。はい。1個目。じゃじゃん。周りの人はバーンで離れる。ああ、はいはいはい。2つ目。ショックの度合いをミスらない。はいはいはい。3つ目。自信を持つ。もう心。4つ目。命を預かってることを身に絞る。これもメンタル面。5個目。ネックレスとかついてないこと。おー。説明してくださいね。確かにでも正解と言われる。正解なんだよね。まあでも実際その注意点として書いてあることは、まあこれかな。ネックレスとかもついてないことは絶対書いてある。金属機器がついてないこと。まあ、でも確か周りの人バーンで離れるは多分ね、書いてないけど大事だと思う。これは大事ね。触っちゃダメだからね。そう、みんな死ぬよ。はい。まあ他はメンタル面ということで。はい。あ、汗かかないとか。あ、そう、汗この。服とか。そう、服抜いてたら。あとは体毛が濃い人は剃る。無理じゃん、だって持ってないもん。あ、入ってんの全部。毛剃り？毛剃り入ってる。今度からセルムだけ処理しよう。わざわざ開けるな。みんな脱毛しよう。もうめんどいからやだし、人だけそんな。まあでも正解ですよ。街中でまあ苦しんでる人たちは AED 使うわ。AED ってまず開けるとね、音声があるから。あ、それ来る通りに従ってくれれば。あ、じゃあできるちでも。あとはもう119すれば終わりだから。へえ。まあでもほぼ合ってましたね。はーい。はい、それでは最終問題。あ、これは簡単なんかな。人が倒れてました。はい。見つけました、ちびちゃんは。うん。倒れてる人に最初にすることは何でしょう？まあ、どっちでも正解にしようと思います。僕が思いついてる2個だったら。はい、できた。はい、それでは最終問題。ちびちゃんの回答をオープン。声かけ、大丈夫ですか？聞こえますか？と一緒に肩トントン。まあこれはね、多分正解です。イエーイ。なんかさ、これもう一個俺が思ったのがさ、大声で叫ぶも最初あった。ああ、そう、大丈夫ですかは絶対なんだけど、あれかと思った、周りの安全確認なのかと思った。ああ、安全確認はさ、もう日本人当たり前だから、それすっ飛ばして最初声かけ。うん、ちょっとマジでダメなんだけど。確かに道路とかで倒れてたら、まず自分の命優先ということで。はい。長生きします。頑張ります。でも声かけは間違いなく正解だと思ってます、僕は。今回さ、皆様は何問解けたのでしょうか。はい。ちーちゃんは4問も解けました。だって4問答えた人、ちーと同レベルってことだからね。あまあまあ採点で噛んだから、俺は。でもこれ確かにね、みんな誰でもね、できるお勉強だと思うの。そう。みんな救命士なれるよ。なれるか。免許取りに行ったりやりますからね、これ。はい。学校でもやりますからね。はい。はい。でもよくできました、今回。ありがとうございます。ちょっと雑談とかもありましたけど。はい。まずはね、倒れてたらとりあえず突っ込んでいけば。そうそうそう。聞こえますか？それやばい、それ量とかね。強豪校の量。起きてますか？よくできました、今回。はい。素晴らしかったです。ちっぺちゃんのね、これを称えて、はい、皆様はぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、チャンネル登録。チャンネル登録。高評価。チャンネル登録。コメント。チャンネル登録。よろしくお願いします。大丈夫ですか？ぜひ、切り抜きと、無断転載も、大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。というわけでまた、次回のね、クイズも第3回も楽しみにしててください。はい、聞こえますか？聞こえてますよ。そんなわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。みんな見てくれてありがとう。どうでしたか？楽しかったね。イチローさん、喉が痛いです。はい。愛してる、聞こえてる。聞こえてますよ。君の番。愛してる、愛してますよ。